こんにちは、森本です。本日はこれからですね、クラブミュージックを聴いていきたいと思っている方であったりとか、まあ、DJ カルチャーとかそういったクラブカルチャーとかこういったものにですね、ちょっとでもですね、興味があるような方はですね、ぜひ、これから私がおすすめするものをですね、見ていただきたいと思っております。で、そういったものをですね、紹介させていただく動画となります。で、それは何かと言いますとですね、漫画アニメになるんですけども、パリピ孔明っていうアニメとですね、とんかつ DJ あげ太郎、こちらの2本をですね、ぜひぜひ見ていただきたいと思っております。もうすでにですね、2つとも有名なアニメ漫画になりますので、まあ、知ってる人多いんですけども、まあ、ただこれって DJ カルチャーとかクラブカルチャーが好きな人が結構好んで見るようなものでですね、パリピ孔明に関しては最近のものなので結構見てる方多いらしいんですけども、まだ知らない方で見てない方はですね、ぜひぜひ見ていただきたいと思います。で、このお話をですね、ちょっと説明させていただくと、パリピ孔明はですね、諸葛孔明という、まあ、三国志の時代にですね、大活躍された軍師のですね、一人が死に際ですかね、もうすぐ死ぬっていう時にですね、タイムスリップして、現代の渋谷にですね、なんか来るんですね。で、その渋谷でですね、ある女の子と出会うんですけども、それがあるクラブでですね、働いている女の子で、その子はですね、そのクラブで働きながら、まあ、歌をですね、ステージで歌って、将来はまあビッグなこうアーティストというかシンガーになるっていうのをですね、夢見てこう頑張っている女の子なんですけども、それがですね、諸葛孔明とその女の子が出会うっていう話なんですが、そしてその女の子のですね、声に魅了されて、諸葛孔明がこの現代に来た自分の運命、使命はこの女の子を有名にすることだというふうにですね、それがまあ自分の使命だと思って、三国志でですね、戦っていた時のようにですね、いろいろ策略を練ってこの女の子がですね、成功するようにですね、導いていくっていう話なんですけども、まあ、それがですね、すごく内容がですね、テンポも良くてですね、面白くて、あと話している内容であったりとか映像というか描写の仕方とかがですね、結構面白くて、後半の方になってくるんですけども、これエミネムがですね、主演してる8マイルっていう映画を見ていたら、お、全くそれと同じシーンじゃんみたいなっていうのが出てきたりとかして、まあ要はサンプリングというかオマージュみたいな感じなんですけど、なんでパリピ孔明作っている人とかもですね、ただただなんか題材として面白いからやってるっていうよりかは、しっかりとですね、音楽が好きな人たちが、ものを作っているって感じがですね、非常に伝わってくるので、そういったところも見てて面白いと思います。そしてですね、もう一つおすすめさせていただく、さっき言ったとんかつ DJ あげ太郎なんですけども、これは結構前にですね、連載されてもう終了しているんですけども、さっきのパリピ孔明はまだ続いているみたいで、アニメはもう終わってるんですけども、漫画の方がまだ9巻までしか出ていなくて、まだ続いてるらしいです。で、そのとんかつ DJ あげ太郎の方は、11巻で完結している話でですね、すでにもう映画化もされていたりとかアニメ化もされているので、見ようと思うと、結構いろいろなバージョンというかもので見れるかなと思います。で、こちらはですね、舞台がですね、同じ渋谷なんですけども、さっきのパリピ孔明はどちらかというと、まあ、EDM というか、まあ、歌の方なんで R&B というかそういった感じなんですけども、それに対してとんかつ DJ あげ太郎の方はですね、ヒップホップがメインとなっております。なので、そのヒップホップをメインに、場所は渋谷になるんですけども、この話の設定はですね、ある男の子が主役なんですけども、その男の子はですね、10代後半で、渋谷にある有名なとんかつ屋さんのですね、3代目なんですけども、まあなかなかこう仕事にこうやる気が出ないというか、自分が本当にやりたいことって何だろうとかっていうふうにですね、こう思春期のあるあるで、まあ自分のやりたいことがですね、こう定まってなくて、なんかこう不安定な日常をですね、送っているところから始まっていて、で、そんな中ですね、お父さんに言われて、出前行ってこいって言われた場所がですね、クラブなんですね。こちらが、まあ、東京のウームをモデルにしていて、もうウームって言ってると思うんですけども、そこにですね、出前としてですね、お弁当を持っていったら、入り口のスタッフの人に中覗いていくかって言われて、ただでこう中に入って、初めてそこでですね、クラブの体験をするんですね。
そしてそこでプレイしている DJ の、まあ、要は姿にですね感動して、そこで自分も DJ になりたいっていう夢をですね作ってですね、そこから、とんかつ屋で、素晴らしい、とんかつの3代目になることをですね目指すのと同時にですね DJ としてもですね成功していくぞっていう、この二足のわらじじゃないですけども、その夢に向かってこう話が進んでいくっていう漫画なんですけども、ぜひこれをですね、このパリピ孔明ととんかつ DJ あげたろ、これ一緒にですね見ていただきたいなと思っております。でなぜこれをですね私がこうおすすめしたいかっていうとですね、このパリピ孔明もとんかつ DJ あげたろもですねこう見ていると分かるんですけど、ものすごくこう純粋にまっすぐに自分の夢をですね追いかけるんですね。お金儲けであったりとか、モテたいからであったりとかっていう、そういうなんか俗なこう欲望とかじゃなくて、ただただ純粋に音楽が好きで、本当にまっすぐな気持ち、純粋な気持ちでこう音楽に向き合っている人たちなんですね。この人たちをこう描いている漫画なので、この漫画をですねぜひ見ていただきたいと思ったんですね。それってなんでかっていうと、よくよくこうクラブとかって映画であったりとかドラマでですねワンシーンでこう使われる時にですね、なんか悪い人たちが潜んでいる場所であったりとか、なんか薬があるというか本当に危険なイメージであったりとか、なんですか、本当にブラックな場所っていうところをですねこうイメージにして発信しているものが多いんですけど、これクラブでですね音楽やってる人とかクラブで働いてる人とかはですねもう分かっていただけると思うんですけど、音楽やってる人ってですね本当にこうまっすぐにこう大好きな音楽にこう向き合って生活をしてるんですね。なので儲かるからって言って有名なアーティストを呼ぶっていうスタンスよりかはですね、みんなの忘れられない思い出の一夜を作るために有名な DJ を呼んで素晴らしいイベントを開催するっていうような、そういった気持ちでですねイベントをされてる方がたくさんいるんですね。そこで DJ ですねずっと頑張っている人たちも、モテたいからであったりとかお金儲けしたいからっていう意味でですね DJ してるというよりかは、自分が信じている音楽で人とコミュニケーションを取ることであったりとか、その素晴らしい音楽を分かち合うことによるこう喜び、私がその世界のトップ DJ と肩を並べて話しすることなんかないんですけども、私みたいなものでもですね素晴らしいこう自分なりにですねいいプレイができた時ってお客さんの声がやっぱ上がったりするんですね、歓声とかが。そういうのでですねお客さんと素晴らしい瞬間を共有できたことにもなりますし、同じ音楽で同じように楽しくなったりとかっていうことができるので、まあ、それがまあ音楽の素晴らしいところではあるとは思うんですけども、その音楽の素晴らしい部分だけでやっていこうと思っている人たちがわりかし今もクラブ界ですね頑張っている人たちなんですね。お金儲け考えている人とかって多分ですね音楽やってもお金儲けはそんなにできないですね。特にこのクラブミュージックではこうお金を儲けしようっていうのはですねビジネス的に非常に難しいと思うんですよね。だって J-POP とかっていう風にですね歌謡曲、要はロックとか、まあ要は歌があって後ろで伴奏があってっていうものの方がもう絶対数こう聞く人が多いわけじゃないですか。日本に1億2000万人の人口がいて、その何パーセントがクラブミュージック聴いているかってこうイメージした時に、実際これを見てくださっているあなたの周りにクラブミュージックを聴いている人がどんだけいて、それ以外の音楽を聴いている人がどんだけいるかっていうのをですね考えると、間違いなくビジネスする時にクラブミュージックっていう選択はしないと思うんですね。私もこの YouTube で大成功してお金儲けしようと思ったら、多分このクラブミュージックっていうカテゴリーはですね絶対選ばないんですけども、なんでこれを選んでるかっていうと、私はこのシーンをですね一人でも多くの方に知ってもらえる、そしてそれをですね伝えるときに間違ったイメージじゃなく、できるだけ正しいイメージでですね皆さんにお伝えしたいっていうのがあって、こういうのをやってるんですけども、なのでまあ登録者数もですね少なくて、再生数も少なくても特にそこまで気にはかけてないんですね。もう元々がこういうクラブミュージック聞こうと思っている人が少ないっていうのは分かっているので、その中で今の登録者数であったりとか再生数というのはですね自分の中でですね予測していた通りなので、別にですねこう少なくてこうがっかりとかっていうのはですねしていません。ですが僕のチャンネルってそこまでこうエンターテインメント性がですねあんまないんですよね。なんか画像をですねめちゃくちゃこう凝ってですね編集したりとかっていうのをですね、まあ、しようと思ったらできるんですけども、時間もなければまあそれだけの経費かけることもできないのでやっていないっていうのが実際のところなんですけども、まあ、しようよって話ですけどね。ただ私が今回おすすめさせていただくこのとんかつ DJ あげ太郎とパリピ孔明はですね、私もあの他の人からですねこう教えてもらって知ったものなので、とんかつ DJ あげ太郎に関しては Twitter でフォローしてくださっている方が教えて
てくれたりとか、パリピ孔明に関してはクラブで知り合った女性 DJ の方がですね教えてくれたりとかって感じでですね、そういったもので知ったんですけども、まあこの2つ、ともにですねすごくエンターテインメント性もあってですね、皆さんが楽しくですねクラブカルチャーであったりとか、まあ、DJ カルチャーのですね、まあ、本質というかこうまっすぐな純粋な部分をですね見ていただけるんじゃないかなと思っているので、なのでここでですねご紹介させていただきました。本当になんかクラブっていうのをですねこう悪というかなんか怖いものとかって思っている方結構多いんですけども、そうじゃなくて本当はですねこういう純粋な人たちが一生懸命やっていて、ただまあ不器用だから変なイメージがついたりとかもしてたりはするんですけども、ただもうみんなやってることはもう真面目にやっております。なのでそこがですね伝わればいいかなと思っております。ただこのトンカツ DJ アゲタオで使われている楽曲であったりとか、パリピ孔明で使われている楽曲っていうのがですね、僕がこの YouTube チャンネルでおすすめしている音楽とはですねもう全く違うものになるんで、まあ、これを見たからといってクラブミュージックをですね理解したっていうのはですね間違いなんですけども、ただクラブミュージックというかクラブカルチャーとか DJ カルチャーで頑張っている人たちのなんか姿勢みたいなものはほぼほぼ正しく伝わるんじゃないかなと思っておりますので、ぜひぜひ見ていただければいいかなと思います。とんかつ DJ あげ太郎に関してはですねもう映画化もされてアニメ化もされた素晴らしい、作品ですし、パリピ孔明に関してはですね岡田斗司夫もですね絶賛していたアニメになりますので、もともと漫画アプリだけで連載していたものなんですけども、それが本当に人気が上がってきて今は、紙の媒体でもですね連載が続いているっていう、それだけですね素晴らしい、内容でですねファンも多いので、もう見るのもですね苦痛にはならないと思うんですね。楽しく、見ていただけるかと思いますので、ぜひぜひ、この2つ、楽しんでいただきたいなと思っております。というわけでですね今回の動画は以上となります。どうもありがとうございます。また新しい動画をですねこれからもどんどんアップしていきたいと思いますので、応援していただければ嬉しいです。チャンネル登録していただければ新しい動画が上がった際にはですね連絡がいきますので登録の方もお願いいたします。それではどうもありがとうございました。